あとの1本が出なかったという試合展開ですからね。ライトへの当たり、意外に伸びてますが、これをもう見送っているが、ガーッと入った、ツーランホームラン、デスパイネ今シーズン第3号。あ、いいパワーしてるな、これはもう応援団の気持ちが乗ったとしか言いようがないでしょう。中間にぐんぐん伸びていく打球、ね、デスパイネ。その前にはファイターズの応援団の気持ちの乗った打球がどんどん得点重ねましたけどね。ここでどうやらピッチャー交代が告げられたようです。栗山監督と吉井コーチ出てきまして、しかしね、メンドーサには大きな拍手がこのドームに起こっています。結局今日は7回と3分の0どっかでね、1失点でもしとけば、はい、この8回のマウンドはなかったかもですね。変な話、0点で生実家来てたっていうぐらいのことで8回のマウンドがあって、ちょっと防御率でいうと余計な2点となってしまいましたけど、なんかね、今日の面倒さの体調調子の中でも新しい引き出しを見つけたんじゃないかと思う一日になったと思うんですよね。そうですか、はい、絶好調ではなかったですから、しかしね、このデスパイネに許した一発は余計でした。まあ余計という表現になりますね。いやでも追い込まれた後でもこうやって右中間にしっかりあれだけ大飛球飛ばすわけですから、スライダーでしたかね。ですあのナックルカーブかな。ナックルカーブですかね。キューバ出身デスパイネ。